はい、こんばんは。夫の家庭を壊すまで第5話見たので感想考察レビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんとですね、みのりはですね、まあお金持ちとだったというか、まあお金持ちになるというかね、はい、みのりの財産目当てでですね、はい、雄大はみのりと結婚したということなんですけど、でも高校時代に知り合ったわけでしょ。高校時代からもうそういう計画だったんですかね。結構長い計画ですよね、もしそうだとしたら。で、これはですね、母親のひろみの指示ですよね。要するに母親ひろみが雄大にね、みのりと結婚しなさいという指示をしてたんでしょう。だから雄大は本当はリコが好きだったんだけども、まあ財産を手に入れるためにね、みのりと結婚したという。で、みのりのおじいさんにはね、まあ財産があったというか、まあみのりのおじいさんが死んだらみのりが財産を継ぐということでですね、みのりのおじいさんがね、まあ病院に入院したということで、新しい事実が分かるんだけど、みのりの父というのがですね、月城進という人物で、宝石会社の社長というか、宝石会社の、月島ジュエリーの会長ですね。はい、社長じゃなくて会長ですね。はい、で、石黒賢さんですよね。あの写真ね、石黒賢だよね。うん、父親役ね。で、みのりがつけてるブレスレットが、まあ、月島ジュエリーのものだっていうね、はい、ことなんですけど、で、そのみのりがつけてるブレスレット、実は月島がみのりの母親みゆきに送ったものだったということなんですね。で、月島とみゆきは不倫してって妊娠した途端捨てたということで、結婚はしなかったんですね。はい、で、みゆきですね、みゆきっていうのは、結局捨てられたけども、まあ、妊娠して、まあ、子供を産んで、はい、育てたってことですね、みのりを。で、みゆきは、まあ、事故で死んだとでいうことなんですけど、そのみゆきが事故で死んだって、これは本当に事故死なのか、それとも事故に見せかけて殺されたのかっていう、ここもなんかね、気になるところですよね。はい、で、この月島ってのがね、まあ社会的には成功してるんだけど、資産家なんだけど、まあひどいやつで、みゆきが事故で死んだ後、おじいさんのところに現れて、月城は不倫のことを金で解決しようとしたということで、まあものすごい額の金をね、まあ おじいさんにまあ渡したようですね。で、おじいさんそれはまあ受け取ったようですね。具体的な額はね、出てこなかったんだけど、はい。でね、みゆきが事故で死んだ日に月城と会っていたっていうんですけど、なんか怪しいですね。で、おじいさんはね、みのりのまあ父親っていうのがひどいやつだったからね、月城がひどいやつだから、みのりのお父さんだと言わなかったということで、要するに、まあ、あのみのりには父親が誰かは、まあ、言わなかったと、今までね、はっきりと言わなかった、教えてなかったのはね、ひどいやつだからだということだから、おじいさんはもうね、もうすぐ死ぬということなので、みのりに本当のことを、まあ、打ち明けたと。で、おじいさんがね、自分が死んだらみのりにね、まあ財産を、まあ、がね、みのりが財産継ぐんだよっていうことで、おじいさんが通帳を見せたのね、みのりに。そしたらものすごい金額だったという、みのりの養育費としてね、月城がおじいさんに渡したお金が、まあおじいさんの通帳には入っていた、まあ手つかずだったんでしょうね。で、あとね、しておじいさんの遺産ってのは、まあその通帳の金だけじゃなくて株もあると、おじいさんは株も持ってるということで、まあ、
だから月城からお金と株をもらったってことですかね。株はおじいさんの元々の財産なのかな、月城にもらったものではないのか、それはちょっとはっきりとしないんですけど、まあ要するにおじいさんの遺産をね、実りが、まあ、引き継ぐことによって実りは大金持ちになるんですね。はい、ということなんですね。でそのまあ実りの財産を結局如月の親子を狙ってるわけですね。ひろみ、麻生由美演じるひろみね、うん、なんかずっと今までいい人っぽく振る舞っていたけども、それは実りのご機嫌取りですね。うん、とりあえず実りがね、遺産をね、うん、もらうまでっていうことでね、ひろみと雄大の計画ですよ。でここで疑問です。どうして実りに財産入るのを知っていたのか、実りの家のね金銭の事情を知っていたのかと、うんね、月城進むのことを知っていたのかということなんだけど、これはですね、もしかしたらね、ひろみが月城と付き合っていたりとか愛人だったとかいうのがあったのかな、うん、で例えばですよ、ひろみは月城と付き合っていたけど愛人だったけど、なんか別れる時とか別れた時にね金もらえなかったとかさ、なんか月城ってひどいやつみたいだからさ、うん、いい加減なことしたとかで、結局恨みに思ってるとかで、うん、そういう復讐を兼ねて実りの財産を、まあ、奪ってやろうっていうか、実りを利用してやろうと思ったのかっていうことですね。月城進が実りの母親と、まあ、付き合ったことで例えば月城を奪われたとひろみが思ったとかね。例えば月城はですね、実りのお母さんと不倫したでしょ、ということはその前にひろみとも不倫してたとか、ひろみとみのりのお母さんみゆきと同時に付き合っていたとかね、そういうことばっかしていたとかで、うん、でひろみがですね、まあ、そういう昔の恨みとかもあって復讐もしたいし、みのりの財産も奪おうと してるみたいな。で、最悪なのはみのりの財産をね、まあ例えば今雄大とみのりが結婚してるから、実りが財産をね継いだ後離婚すれば慰謝料で慰謝料として金もらえるみたいな。あとまあ実りが財産継いだ後さ、うん、お金をさ奪っちゃおうとか思ってるとかで、実りが財産を継いだら実りを殺害する計画もあるかもしれないから怖いですね。実りは命狙われるかもしれない。でなんか雄大の回想シーンでなんか雄大がこうね一人座ってるんですけど、なんか寂しそうに、だからもしかして雄大とお母さんのひろみ、その如月親子は貧乏だった、貧乏育ちだったっていうかだったのかなと。だから余計にその反動でお金がよなんかこう欲しいみたいな、うん、はい。あと雄大のお母さんのひろみと莉子とは仲がいいですね。面識もあるし、一緒に写ってる写真もね出てきましたからね。みのりがひろみのパソコン見たらね、うん、ひろみと雄大と莉子が仲良く写ってる写真も出てきたし、ずっと連絡取り合ってきたってことも分かったということで、うん、だからもう雄大はね、みのりのね、みのりに金が入ったらみのりと離婚して莉子と結婚するっていうのが計画でしょ、最終的には。うん、だから全然みのりのこと愛してないのに結婚して子供までみのりはね産んだわけですよ。うん、で雄大は莉子の方が好きだから莉子が子供できたのが本当に喜んでるっていうのはあるけどさ、うん、で雄大はですね、でもその雄大とみのりの間にできた子供に対しては愛情があるんでしょうか。その辺も気になるところですよね。うん、ね、翼のことを愛してるのかどうかっていうね、うん、捨てるつもりなんですかね。で、実りのおじいさんがね、知るのが近いと知って笑うひろみということで、ひろみがね、
まあ、買い物行ってくるって出たでしょ、出かけたけどさ、そんでさ、家のドア出たところでさ、笑ってんですよ。要するにみのりのおじいさんがね、寿命でもうすぐ死ぬってことがこう分かったから、もう嬉しくて早く死ねみたいな感じでね、いよいよだわみたいな感じで笑ってんですよ。で雄大もさ、なんかこうね、お母さんとかリコと連絡取り合っててさ、その文章を見るとさね、ひどいよね、こっちもやることがあるとか、なんかそんなね、そういう文章を書いてるわけですよ。それでそれを見てみのりはもう許せない許せないっつって、もう涙が出てきたってことですよね。ね、ひどいですよね。早く新しい家族で暮らせるといいわねみたいなね、そういう会話のやり取りね、かなり具合悪いみたいよ、もって数ヶ月じゃないかしらみたいな、そういうね文章をね連絡取ってて、雄大もさ、みのりから聞いただろ、お金入ったらこっちも動き出さないとみたいなことをね。で如月ニューファミリーって名前なんですよ、その連絡取り合ってるアカウント名が。要するにニューファミリーっていうのはみのりのファミリーじゃないわけですよ。リコたちとのニューファミリーですよ。ひどいでしょ。ねえ。みのりだけが真実を知らなかったと。ねえ。で、あと、みのりの友人のあの弁護士なんですけど、堀沙羅。もう実は裏切ってる可能性とかあるのかな。例えば、みのりの友人の堀沙羅なんだけど、まあ、同級生でしょ。高校の同級生だから、例えばこの、友達の弁護士も実は雄大のことが好きだったとかで、なんか実はみのりのなんか味方のふりしてなんか裏切ってるとか、そういう、もしそうだったらさらにあれショック大きいですよね。で結局だから雄大はみのりよりリコの方がまあ好きだっていう、これですよね。でみのりの財産入ったらリコと結婚するつもりですよね、雄大はね。で、渡るはみのりが本当に好きになったみたいですね。で、みのりの味方ですと。みのりの協力者になってくれるのかな。だから、渡るがですね、まあ、雄大とひろみ親子の計画をぶっ潰すっていうか、だから、渡るとみのりが、まあね、力を合わせて戦うっていうか、だから、もう離婚は避けられないでしょ、もう。もう雄大とみのりはもう離婚する。で、みのりと渡るが、まあ、結婚するみたいな、なんかそんな感じですね。なんかそんな感じになってきましたね。もう。で、武藤かのんなんですけど、渡るの、塾の、同級生なんだけど、これはみのりになんか嫉妬してるでしょ。武藤かのんはさ、渡るが好きだからさ、だからみのりの妨害してくるって感じで今後も出てくるんじゃないのかな。はい、ということで、麻生由美がね、笑ってたっていうか、普通のいい人役じゃなかったですね今回ね。ね、ひどいひどいですね。むしろ雄大より悪いですよね。雄大にね、みのりと結婚するようにって、こうそそのかしてるわけでしょ。だから麻生由美のが悪いわけですね。あ、要するにひろみのが悪いわけですよね、雄大よりも。まあまあ両方悪いけどね、両方悪いけど、なんかひどいなっていう。ね、ずっと最初からこう裏切られてたっていうのを知って、みのりは絶望感を感じますよね。ね、今まで何だったのっていうね。夫の家庭を壊すまでっていうね、タイトル。そのなんか本当に分かりやすいね、タイトルの、まあ、物語ですけど、ね、ひどいですね。で、まあおじいさんが、まあ、死ぬんでしょうね。もうドラマ内でも死んで財産をね、みのりが、まあ継ぐということで、本当にみのりは命狙われないですかね。手っ取り早く殺そうみたいな感じでね、怖いですよね。
だからまあ渡るが実りを守ってくれるというか、そういう展開になるんじゃないのかなということですよね。まあ、現実的ではないかもしれないですけども、まあそういうふうに なるのかな。まあこれ物語何年間のその物語、数年後とかも描くんですかね。だからまあ今は渡るはまあ高校生ですけど、まあみのりと結婚するのかな。でなんか次回リコが、渡るのお母さんのリコがね、渡るがみのりと付き合ってるというか仲良くなるというか、その渡るがみのり好きなことにまあ気づいてね、あの女に利用されてるのよみたいな感じでさ言ったりまあするんだろうけど、だからこう今度はみのりの方が今度ね、行動に移す番ですよね。今までは何も知らずにさ、ただの被害者だったみのりですけどね、今度は自分の財産を守るっつうかさ、これ以上利用されることは許さないわっていうねことでね、まあ離婚すりゃいいじゃないかっていう、まあそれはそうなんだけど、それだけはもうすまない、みのりとしては。ただ離婚するだけではすまないと、まあね、復讐をすると、復讐したいというふうに考えが芽生えても当然ですよね。すでにだって人生のさ、貴重な時間を奪われてたわけですよね。結婚してさ、ね、何年間も一緒に住んでてさ、それが偽りだったんですよ。それが全て偽りだったということですから、これはひどいですよね。なので復讐するしかないですよね。はい。なのでまあだからもうみのりと渡るもう結婚しかないでしょ。もう結そうなるんじゃないの。だからみのりは今のところ渡るのことをもちろん恋愛対象とは見てないんだけれども、渡るがまあみのりのねこと好きになってね、でこう味方してくれるから、結局将来的には、まあ、結婚することになるのかな。だから渡るは家出して、でみのりと一緒に暮らすみたいな展開になるんじゃないですかね。だから要するにみのりも家を出るっていうかね、家を出ると、で渡ると一緒に暮らすみたいな。でまあまあ渡る学生ですけど、まあどうするんですかね。学校辞めたりとかはせず、まあ進学はするのかな。その辺はどうなるんだろう。まあドロドロの展開になるんじゃないのかなっていうことで、はい。みのりの友人の弁護士が裏切るか裏切らないかっていうのも気になりますね、これね。味方だといいんですけどね。今のところね、味方でねですけど、実はっていうのがあったらね、そしたらみのりの周りには信用できる人、味方誰もいない、まあ渡る以外は誰もいないってことになってしまいますしね。絶望感大きいですよね、そうなると。はい。ということでですね、夫の家庭を壊すまで第5話の、まあ、展開予想してみましたけど、まあこれは本当に物語だから、まあ渡るとみのりがまあ結婚するんでしょうかね。で渡るとみのりの間にも子供ができるとかってなるのかな、将来。だからみのりが今育ててるまあね息子翼ってのいるけどもまあその翼 の次の子供ね、渡るとの間の子供がね、できるみたいな。だから何年後まで描くかですよね。だからその渡るがまあ社会人になるでしょ、まあ高校とか大学卒業してさ、そしたら結婚みたいな、そうなるのかなっていう。
で結局だから渡はまあお母さんのリコと離れて縁を切ったような状態でまあ暮らすことになるんじゃないのかなっていうことですよね。だから結局裏切ってた夫とあのね付き合ってたリコの息子と結婚しちゃうみたいな。だからその夫は夫で雄大は雄大でリコとまあ再婚するんでしょうね、うん、ただ計画通りにはいかなくてみのりの財産をねもらってしまおうという計画は、まあ、失敗に終わるということじゃないでしょうかね。はい。で、まあ、このドラマ展開としてそのみのりの命狙われるみたいなねそういう展開になるのかどうかなんとも言えないですね。そういう展開でなくただ単にみのりの財産をねみのりとずっと結婚生活を続けてみのりの財産をこうなんか自分の名義移しちゃうみたいなことをやって離婚しようとしてるっていうか、だから殺そうとまでは考えてないかもしれないっていう、どっちでしょうかね。はい。ということで夫の家庭を壊すまで第5話の展開予想してみました。何か、考察あればコメントをください。最後までご視聴ありがとうございました。